やっほー、リカリコです。はい、今日はリカリコが5月にある大きなファッションショーに出させていただくことが決定しました。というわけで、それまでにリカとリコがこう引き締めるために頑張っていることを紹介したいと思います。それでは動画スタート。はい、じゃあまずリカとリコの休日とかたまーにというか、まあこれが多いんやけど、うん、食べてるものをお昼に食べてるものを紹介します。はい、それがこちら。みんな多分見たことあると思うんだけど、春雨のスープでーす。イエーイ。まあこのリカが今日食べるやつは初めて買ったんですけど、うん、まあこれとこれの違いを食べ比べしようと思って、これはまず春雨が中に入ってて、うん、でスープを入れて、お湯入れて作るんですけど、なんかこれはピリ辛チゲで、これは春雨スープです。担々麺です。そうでな、多分一瞬の辛い味やと思うんやけど、うん、こっちが114カロリー、これが85カロリーなんよ。そうだから、どう違うのかなって思って、今日はこれは初めて買ったから食べ比べしてみようと思って今日はお湯を入れてきました。はい、でこの、こっちは分からんねんけど、ママが買ってきてくれたんやけど、うん、こっちの春雨スープは多分3つ種類があって、担々麺とワンタンスープとかき卵かなの3つがあって、リコたちが大好きなのはこれです。そう、リコたち辛いのが好きで、辛いの食べて、なんか多分これはスープも飲んで114カロリーやと思うから、そう、ラーメンとかってスープを飲んでしまうとカロリーがまた高くなるから、うん、気になっとる方は飲まんといてほしいんやけど、そうこれは多分全部飲んでも114カロリーって感じで、うん、で春雨もなんか食物繊維とかたくさん、なんていうの、栄養があったり、そういう美容効果とかもあったりするから、リコたちはこれをお昼に食べてます。少ないっていうか、うん、春雨やからゆっくり食べたらお腹満腹になるし、うん、そうそう、スープも飲めるから、そう飲めるし、なんかこれあったかいから、なんか冷たいものやとなんか食べた気せえへんけど、うん、なんかたまに学校とかのお昼ご飯とかに持ってくんやけど、食べるとあったかくなるから食べた気になるような、うん、だからすっごいダイエットしてる子とか、そのリカたちみたいな子にはおすすめです。すごくこれを食べる前に食べてるものがあって、インスタに1回載ってたんやけど、じゃーん、タイガーナッツでーす。はーい、これはピーナッツとかアーモンドとかみたいにお菓子と思われがちなんやけど、うん、これは野菜の仲間だそうです。これはいとこのお母さんにもらったんだけど、そっから食べるようになりました。これは食前に食べると、うん、何やったっけな、リコもあんまりよくわからないけど、吸収してくれる。そう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 、だから甘いものとか食べたくて吸収抑えるんじゃないかな、まあ抑えてくれる、なんか普通に食べるよりいいの。そうそうそう、でそれはなんかこのダイエット中の人にもいいし、美容効果もあるそうで、野菜の中でも食物繊維が多いごぼうの14倍だそうです。うん、すごいよな。すごい、まあ、リカの野菜不足がある、からこれ食べるとちょっとは変わるかな。そう、栄養価が注目されているスーパーフードで、なんか有名なモデルさんとかも調べたら出てきます、これ食べてるって言って。だからこれはなんかアーモンドと思って食べたらちょっと食べにくいけど、なんかな、皮が残る、うん、そうそうそう、口の中に、うん、だけど普通にの、うん、食べれるっていうか、うん、普通に食べれる。味はないんだよね。味はない、うん、まあでも気になった方はぜひチェックしてみてください。ラストがこれ、素焼きアーモンドでーす。はーい、これはリコたちが本当にもうお腹すいて無理って、お腹めっちゃなっとるそうっていう時にこれを食べる。これは学校にも持ってったりもしてた。そう、これは中に袋で小分けされてるんやけど、100均とかにも売ってる。なんか中に小分けされてて、中には10個7個ぐらい入ってるかな。めっちゃ美味しいの。モデルさんとかよく食べてるって聞くんやけど、普通にボリボリ食べると意味はなくて、うん、こう口の中でこう舐める、舐めて飴みたいに、そう、ゆっくり飴みたいにこう何回も何時間もかけて一粒を食べるとすごい食べた感覚、感じがあって、おやつにもいいし、カロリーも少ないから、うん、
おすすめです。そのダイエットとかそういうの気になってる人はもうゆっくり食べることが何でも大事だと思います、うん、バクバク食べるより。はい、じゃあ、そろそろこの春雨スープが出来上がるので食べてみたいと思います。どんなんだろうこれな、そっちどんなんかわからんな。見えるかな、こんな感じ。ちょっとスープが見えにくいけど辛そうだけど、リコは辛いのが好きやから。こっちはこんな感じ、見えるか。ちょっと見えないね。じゃあちょっと箸を持ってきたので食べたいと思います。でも多いよ、なんか春雨。でも味がどんどん熱っ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 、ついてない、うん、見てないよ、うん、いただきます。いただきます。こんな感じ、春雨。そういうもうラーメンたらめっちゃ美味しいよ。辛っ、美味しい。普通にめっちゃ辛い。超辛い、喉にくる、うん、辛い。めっちゃ辛いな。As I wake up every morning, I wish the day would end, because a day without you in mind.